動物村のオリンピック、一同勢ぞろい。最初の競技は鉄棒であります。こういう種目は猿くんは得意。いいぞー、なかなか鮮やかなもの、すごいぞー、まるで軽業師のよう。時にはこういうこともあります。次の競技はライオンとトラの柔道の試合。柔道一直線というわけには参りません。互いに百獣の王の地位をかけて牙を剥き争う気構えであります。盛んに激しく吠え立てております。元はといえば同じ猫家でありながら、普段は猫をかぶっているのでありましょうか、この時とばかり一歩も譲らぬ激しい闘志。懸命に拍手だが、しかし内心は恐れているのでありましょうか。さて3番目の競技は飛び板飛び込みであります。最新の水着に身を固めまして、次々に選手が水中に身を投じます。大喜びの応援団。これは決まったなどとは申しません。大変にこの競技に自信を持っております。期待に鍛えております。今日の日を待ちかねておりました。みんなの目を驚かせてやろうと高い飛び板に挑戦。曲線を描きます。体重では勝っておりますカバ君、なかなかバカにはできません。高所恐怖症だった。わーい、続いて挑戦いたします。普段がおとなしいだが、しかし脅威となるとクマが変わる。さらに高くなります。大丈夫でありましょうか。近くの山よりも高くなりました。地球の裏側までも見通すという高さになりまして、そのてっぺんにおりますのが白熊であります。満場の声援を一身に受け、いよいよこれから妙技を展開いたします。鮮やかな線を描いて水中深く、わっと上がった大歓声。水も上がっております。満足げであります。こうして競技はどんどんと進んでまいります。次は全員によります体操。先生は大変にスマートであります。よろしいですか、私のように。賑やかな音楽に乗って大中小取り混ぜて全員が体操。大層なことでございます。
さて、いよいよこの競技会、オリンピックのハイライト、つまりボクシング、検討であります。どちらが勝つか全く見当がつきません。選手はカンガルーとブタくんであります。見た目はブタくんの方が強そうでありますが、とんと分かりません。ファイト満々のカンガルー、互いに相手を牽制。どうしたの？やられちゃったの？しっかりしてよ。子供も応援をいたします。ガゼン勇気凛凛、立ち向かってまいりますカンガルー。それそれそれ、なんかお腹のあたりがもちもちしたけれども、もしかしたらうわ、そういうことだったか。ブタくんの方は応用でございますが、ついにぶたれてしまいました。カウントが取られます。まこと不思議でございます。選手が自らカウントを取るという、これはカンガルー君の勝利でありました。続きましては綱引き。動物たちが全員参加でございます。力の強いものも弱いものも力を合わせまして綱を引きます。いいか、それじゃあ始めるぞ。それ引け、やれ引け。ゾウさん一人に対しまして全動物が立ち向かいます。だがしかし断然力は強いのであります。何しろ密林で鍛えております。あんまりゾッとしないけどね。それそれ、どうだ。強い、ゾウさんが強い。ライオンも吠え立てておりますが、しかしどんどんとゾウさんの方へ綱が引っ張られてまいります。どうだ、まだ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 。あ、今度は形勢が変わったかな。そこまでそこまで、ストップストップ。お花が伸びて元へ戻らん。ストップだ。いやいや、動物村のオリンピックはこのようにして朝から晩まで妙技が展開されるのでありました。